またジョギング中に写真なんか持ってるんだ。これを眺めながら走ってたんでしょうか。まさか。ちょっとすいません。ステーブ、どうだ、なんか分かったか。被害者は高木光雄、この近くのアパートに住んでます。凶器および死因はボウガンによる射殺です。ボウガンの射程範囲を見てきたんですが、犯人の残留物、痕跡等は見つかりませんでした。なぜジョギング中に写真なんか持っていたのでしょう。